こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。川崎市幸区のお客様のところに、お仏壇をお届けに来ました。お届けしたお仏壇は、金仏壇の、高さが 161.5cm、 幅が 64cm、 奥行きが 51cm というタイプの、浄土真宗鬼師の、形のお仏壇です。そして、中の、仏具ですけども、中央の掛け軸、阿弥陀如来様、そして右左の脇掛け、親鸞さんと蓮如さんです。こちらを選んでいただき、その手前の、上に、四つ具足で、仮廟と貨車と、小さなろうそく立て、そして、それぞれの仏様用の仏器、ご飯を乗せるものですね。そして、その手前側、上の段に六角形の西の形の公家、というお供物を乗せる台、こちらは、まあ、お菓子ですとか果物を乗せる台ですね。そしてその前に前褥というものを置きまして、こちらもお西の形です。そしてその上に三つ具足が乗ります。それぞれの三つ具足、ちょっと奥まった場所に置きますので、こちらは実用的に使うのではなく、木炉を入れたり、浄化を入れたりして、お飾りとしてお使いいたします。そして、上の方には、輪筒がぶる下がっております。そして手前側、こちらが、普段実用的に使う右側がお輪、その隣が、仕立て、そして真ん中が、香炉、そして、マッチ消し、線差しが置いてあります。花立てですが、仏具の仏壇の中に入れるタイプではちょっと大きさが小さいので、お客様の方でお持ちの、かなりたっぷりとお水が入る花立てを、お使いいただくことになりました。どうもありがとうございます。